どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またちょっと新しいグッズをゲットしてきたんですけど、じゃじゃん、お団子の、まあ、簡単にできちゃうグッズみたいな感じで、まあ多分これ結構見たことあるかなと思うんですけど、まあ、使い方だったりとか結構シンプルで面白いかなと思って買ってみたんですけど、なんかどっちかっつったらこういう、ね、綿みたいになってて、でこれにこう髪の毛を巻きつけて簡単にお団子にできちゃうっていう感じなんですけど、まあ多分結構こうボリューム感もあるので、こう髪の毛が猫っ毛の方だったりと細い方とかでも結構ボリュームが出るようなお団子にできるかなと思いますので、これで簡単に可愛くアレンジしていきますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。はい、じゃあまず N ドットのオイルをつけていきます。まとめるので細かい髪の毛が出てこないように、この辺のサイドの部分とか上の表面の部分、あと毛先の部分にしっかりとつけていきます。次にブラシでしっかりと溶かしていきます。今回はつむじあたりですねぐらいに髪の毛を集めて、ゴムでしっかりと結んでいきます。でまとめた時にこういうふうにこう分け目みたいなのが出てきたりとかするかなと思うので、そういう時はこのコームで、コームのこのテールの部分ですね、でこの分け目の部分をなぞっていきます。でちょっとなぞっていくとこう少し分け目がボケてくるので、こういう風にしてまとめてください。で次にお団子メーカーですかね、これをつけていきます。でこのゴムの部分に通していけばいいので、毛先の部分を通してこのような感じで置きます。で毛先の部分をブラシで引っかかってたらしっかりと溶かしておきます。で毛先の部分をまあ大体でいいので半分に分けて、でこのお団子のところに巻きつけていきます。少しこう広げながらコンパクトにまとめていくと綺麗にまとまるかなと思います。で毛先の部分はこう中にしまい込みたいんですけど、最初にちょっとこうダッカールである程度巻きつけたら止めておくと後でまとめやすいです。残りの髪の毛も同様に巻きつけていきます。で巻きつけたらダッカールを外してちょっと形を整えていきます。で形を整えたところで、ここにこの毛先があるところにですねゴムを結びたいので、ゴムで結んでいきます。ぐらい結んでも結構ありかなと思うので、もう一回上から結んでいきます。でちょっとこう形を整えながらバランスを決めていきます。で最後に全体的にルーズにしていきます。まずここのトップの部分をちょっと高さ出すぐらいですね、ボリュームを軽く出します。でお団子の部分も少しルーズになってる方が可愛いかなと思うので、ちょっとこう全体的に押さえながら少し毛束を出します。だいたいまあ出す毛束の束がまあ2ミリから3ミリぐらい
の束で出してあげるといいかなと思います。で出す時に全体のこのお団子をちょっと押さえながらやってあげると崩れが少ないかなと思いますので、押さえながらやるようにしてください。で最後にまあアクセントとかでヘアバトンですね、最近流行ってるヘアアクセですけど、をお団子のちょっと下あたりぐらいにつけます。はい、こんな感じで仕上がりました。トップのこの高さと、まあ、お団子のバランスを見て作ってあげると可愛く仕上がるかなと思います。あとはお好みで顔周りに遅れ毛出しても可愛いかなと思いますので、簡単にできるお団子アレンジ、よかったら参考にしてみてください。